皆さんこんにちは、今回はですね PTB のリワークされたクラウンでまた遊んでいきたいと思います。ギデオン食肉工場ということでね、早速ほい、おお、なるほど。今回ですね、コモンのアドオンでクラウンの瓶の飛び方、まあ放物線の軌道が変わるっていうアドオンを持ってきてるわけなんですけど、気づく方もいるかなと思うんですけどね、クラウンの瓶ってもうちょっと山なりに飛んでいくんですが、結構ね、ストレートに飛んできましたね。早速、ほい、おお、これはなかなかいいんではないかと。で、もう一つのアドオンが、ウルトラレアアドオンのワンパン瓶。瓶を直接当てると、いましたね。ほい。よいしょ。あれ？直接当たってなかったか。まあ、瓶を直接当てると、ワンパンになるというアドオンですね。ダークデボーション発動してるんで、ちょっと別の場所行きましょうか。まあね、多分、ストレートな感じで投げれるんじゃないかっていう予想をしてたんですけど、まさに、こんな感じだったので、えい。お、カツラの民、クソ。まあ、本来もうちょっとね、山なりに飛んでくんですけど、やっぱ結構、ストレートですね。なので、結構当てやすいんではなかろうかということで、ほい。ちょっと邪魔されちゃいましたね、板に。まあ、ワンパン瓶と組み合わせてみようかなということで持ってきてみたんですが、いいですね、これ。あ、カツラの民。カツラの民、メグよ。どこに行くんだい？よいしょ。オッケー。はい、オッケー。よし。だいぶ当てやすい感じはしますね。え？で、他のパークが、バーベキュー&チリ、バベチリと、遅延でイタチが飛び出した。そして、ずさんな肉屋という感じになっております。よいしょ。あー、くそ、また行った。くー、邪魔されるな。さーて、どうしよっかな。まあ、とりあえずイタチで蹴っといて、まあ、結構やっぱクラウン、その、調整後あんまり、なんかよろしくないですね。よろしくないというか、やっぱ疲労瓶がなくなったっていうことで結構ね、賛否両論というか、うん。あんまり、その、解毒剤も使い道ないんじゃないかと結構言われておりますが、僕個人的にはね、結構解毒剤楽しいなと思うんで、まあいいんじゃないかなと思うんですけど、まあまあ、疲労瓶なくして、ってなると、まあ、ちょっとどうなんやろなっていう、まあ純粋に強化かって言われるとちょっと微妙なところではありますね。これはミスった。はい、オッケー。よいしょ、オッケー。あ、いいですね、やっぱ。直接飛んでってくれるんで、だいぶワンパンはしやすいです。いいね。これとこれの組み合わせで、ワンパンを狙っていくっていうのは、なかなかありなんではなかろうかと。よしよし。ほい。で、ギデオン食肉工場も、初めてなので、いやー、変わってますね、だいぶ。まあ、あとは UI のね、あれが見づらいっていう風に皆さん言われてると思いますけど、本当に見づらいです。発電機の場所もね、結構上にあるから見づらいし、なかなかその、一目見てパッて把握できないのがめんどくさいな、と。っていう。はい、OK。あ、どんどん釣っちゃって、ストライクは、あるんかい。PTB やから結構ストライク持ってきてないかなと思ったんやけど。持ってきてましたね。はいはいはい。あー結構回してんな真ん中。
投げすぎた。いや、これね、いや、軌道が結構、こんな飛んでくっていうぐらい飛んでくな。放物線が変わったっていうか、なんか、めっちゃ飛んでくようになったというか、なんていうんやろ。まっすぐ普通に飛んでくからさ、このなんか今までのが、なんか小学生が投げるような球みたいな感じやったのが急に、ね、もう大谷さんみたいな感じに、大谷さんみたいな感じになってるっていう感じかな。例えがめちゃめちゃわかりづらいと思いますけど。はい。なかなか直接当てさせてくれませんね。よいしょ。どうしよっかな。この真ん中結構回りそうやから。あー、やっぱ結構飛んでくね。瓶が。なんか思ったより飛んできますね。肩強なってますね、クラウン。肩が純粋に、この足跡何？肩が純粋に強なってんのよ。なんか軌道が変わったっていうよりも。いやー、なんかまだ全然わからん、ギデオン。破壊可能壁の位置とかも全然まだ分かってないんで。え？あ、一台直ったと。やばいな。何もできてへんぞ、今。これはもったいねえ。あー、やめて。スピードアップ。スピードアップからの、外れます、それ。マジかよ。いやー、ちょっと左流れてったな。で、ダークデボーション来てるんで。あー、くそ。あー、適当に投げちゃった。やめなさい。ここの板グルは当てづらいんです。よいしょ。OK。はい、OK。よしよし、ダークデボーション刺さっておるぞ。いや、なんか普段のクラウンだったらもうちょいね、バンバン、ピン投げて、やっていいんですけど、結構やっぱワンパンビンやから、直接を狙っちゃうよね。よし。どうないしよう。もう残り2台か、早いな。やっぱイタチのみの環境だとなかなかに辛い。堕落の介入とかも一緒に使わないと、ちょっときつい感はあるな。まあまあ、別そんな離れなくてもいいんですけどね。はい、いますね。え？お、倒さずに降りると。はいはいはい。あー、デスマチャクか。板あるよね。ここ、どこ？え、どこやこれ。こんなとこあったっけ？前のギデオンに。全然わからんわ。うわぁ、マップがマジで全然わからん。なんか、めっちゃ迷う。大体の強ポジとかは一緒なんですけど、やっぱグラフィック変わるだけで結構わからんくなりますよね。カツラの民よ。よいしょ。はい、オッケー。いいですね。カツラの民ワンパンワンパンで、ワンパンされちゃってますね。はいよー。あ、終わりか。カツラの民。カツラの民多分、全部ワンパンされたんじゃないか。オッケーオッケー。いや、やっぱ飛び方すごいな。肩めっちゃ強なってんな。アントレスの、まあ、チャージなしの投げ斧に似てるかな、軌道は。いや、クラウンのね、瓶はほんともっと山なりなんで、まあ多分、本来のクラウンの瓶の軌道っていうのも、まあどっか端っことかに乗せとこうかなとは思うんですけど、それにしても、
全然違うな、ほんま。こっちの方がいいな、個人的には。うん、ちょっとまだ、あんまり慣れてないけど。いや、結構飛んでくね。めっちゃ肩強なってるわ、マジで。しょ。あが、釣れた。へぇ。いやー、やっぱ、解毒剤使えない使えないって言われてるけど、まあ、使えるけどね、結構。まあ、その、あ、間違えた。チェイスでね、その、お、どうした？そう。チェイス中に使うのはちょっと確かに使いづらい感はあるというか、チェイス中は別にもう、だってね、毒瓶だけでいいんで、正味。なんか、いたぐるとかの時は、解毒剤使っても楽しいかなと思うんですけど、移動をね、移動できるし、高速で。普通にいいと思うんですけど、もっと残り1台。やばいぞ。ちょっと初動マジでぐだつきまくったからやばいな。前半のツケが来ておりますね。救助が結構あと早いな。PTB やけど、なかなかにサバイバーたちも真剣というか、ちゃんと立ち回ってますね。うん。やっぱね、いつもより、なんやろ。ストレートに飛んでくから、ちょっとまだ使いづらい。弾速がもうちょいいつもは遅いんですよ。なんか早いんですよね。肩強なってるわ、やっぱ。早いなぁ。もうそんなに、行っちゃいましたか。いや、ちょっと前半はダークデボーションちょこちょこ使えたけど、全然お布施が出てこへんから、使えないな、なかなか。で、ケイトが起き上がりましたと。いや、これがわかりづらいね。やっぱ、負傷とか。おわっと、びっくりした。ああ、もう板あったん、見えへん。板あるんかい。いや、わかんねえ。ここ、前のギデオンのこれ、どの辺とかが、なんかあんまりわからん。上やってるから、ちょっと上行きましょう。あ！ギリギリかわされた。オッケー。はい、オッケー。まあまあまあ、こんだけ近づけばね、普通に、軌道が変わるアドオン使わなくても多分当たるとは思うんですけど、ちょっとした距離があるときもやっぱストレートに飛んでってくれるのはだいぶいいですね。あとやっぱ弾速がちょっと早なってる気がするから、通常の瓶よりも当てやすいような気もする。お、ケイトさん気づいてませんね。ダークデボーションなんです。はい、ここ冷凍室みたいな、マジで見えへんやん。なんか。さあ、バビチリでしっかり見て、合いますね。ああ、間違えた。ほい。なんと。溜めて、よいしょ。オッケー。はい、オッケー。足元狙って飛ばすのはだいぶ、うん、当てやすい。いいですね。よいしょ。さあさあ忙しいぞ。前半ぐだついた癖じゃなくて、つけが来ているんだ。上に行って、もう一人こっち上がって。どうした？びっくりする。ケイトさっきからなんか、分かってないんかな？居場所があんまり、クラウンの居場所が全然分かってないよね。お、いましたね、と。はい。ほい。はい！ちょっと焦っちゃった。ほい。え？はい、オッケーでーす。いやー、だいぶ当てやすいですね。ちょっと、アドオンの名前は忘れちゃいましたけど、うん。瓶の
直線っていうんかな、放物線の軌道が変わるというアドオンを今回は使っていきましたが、まあ、ワンパンビンとは結構相性が良いんではないかなと思いましたね。だいぶ当てやすかったです。まあ結構型が強なってますね、クラウンなんか弾速も速いし、めっちゃ結構ね、普通の、このアドオン使ってない時よりも瓶も遠くまで飛んでく感じしますね。本当にハントレスの投げ斧のような、放物線かなと思います。まあ、ちょっと今回あんまり、解毒剤はね、効果的には使えませんでしたが、まあ、やっぱりワンパンビンがめちゃめちゃ今回も強かったということで、まあ、あと今回はね、グラフィックアップデートされたギデオンで初めて戦うこともできたので、まあ、良かったかなと思います。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。